Hello everyone, welcome to my YouTube channel once more. This is JC over here. Today we are going to, at least as far as I know and as far as the list on Reddit goes, do the last episode of World Downtown. So it has been a long journey with this series. I don't know if there are more episodes and they just don't have the links for them, or if it was really the end of this series over here. But I would say for this series, for me, it started a little bit slow in terms of if I really loved it or not. But as soon as it started like developing a little bit and to have more interaction between Gilles, Georgie, and Natalia with the downtown guys, started to become crazier, and the crazier it became, the funnier it would also become, at least for me, for my own perspective. But yeah, last episode of the World Downtown headline news. Let's start and let's see how it ends. World Downtown headline news.皆さんご機嫌いかがですか。世界のさまざまなニュースを紹介するワールドダウンタウン司会のジルベッソンです。There it is. 今から44年前、石油輸出国機構 OPEC が発足した今日は、世界でどんな出来事が起こっているのか、各界の著名人を迎えて見ていきたいと思います。They are all there for the last episode. 経済アナリストジョージアン・アクシン。はい、ジョージ。おはようございます。あれ、どうしたの。入ったんだよ。入ったってまた宗教かい。違うよ。信江姉さんやジョージの兄貴がいる演歌の名門北島ファミリーに入ったんだよ。え、本当かい。何言って。宗教も何も信じられなくなってた時に、何も信じられねえんだったら演歌の心を信じてみねえかって。偶然通りかかった親父に聞いてもらったんだ。え、もう芸名はあるのかい。人生なんてダメで元々ってことで、親父のくれた名前はダメ元ジョージさ。なるほど、サブちゃんだけに寒い名前だな。てか、あー祭りだ、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 てか、あー祭りだ。さてさて、お次は世界青少年の会議長バザルバ・ナタリア。はい、ナタリア。はい、ジル。私も演歌の人とは何とも関係を持ったことがあるんだけど、いつも拳ばかり回しててほんとつまんない。こいつアホや。拳を回すくらいなら私はむしろ腰を回してほしいわ。エレクトカカ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 カ、やめやめ。ジオズ is going crazy。 行く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 。お前やこいつら。They are on fire today。腰を回したくとも回さらへん。なぜならわしゃ ED チャイというのがこの男。日本のコメディアン、マサトシ。どうやったんや。浜田や。いや、ED ちゃうわ。さてさて、次は演歌よりも毎晩マッキーと演歌、演歌、演の歌とプレイを楽しんでいるのがこの男、浜田の仲間、ひとし松本。本当意外にした方がいいです。見てると思うのね、僕多分。やめといた方がいいと思いますよ。松本ファミリーには曲穴のマッキーと歌手のマッキー以外誰がいるんだい。だからそういう松本ファミリーたるものもないですから。何もないですよ、そういうのは。誰もいないのかい。誰もいないですよ。ってことは松本は一人かい。僕一人ですよ。道のく一足旅かい。たとえどんなに恨んでいても、たとえどんなにあそこが欲しくても、俺にはマッキーが最後の男。俺にはマッキーが最後の男。タラッタタラッタ。たとえどんなにって長いわ。止めろよ。すいません。ジル is going crazy today。
アフリカのケニアからンボゴマンボコが経済流通に関するレポートです。誰？アフリカ？ジャンボ！レポーターのンボゴマンボコです。私マンボコはご覧の通りここケニアでは超有名芸能人です。おそらく日本でいうと高倉健です。さて突然マイクもそよごにの大好物は石です。とにかく値段が安いのでアフリカ人は石ばかり食べています。そこでアフリカ企業を再現する。今日はそんな石の流通メカニズムに迫りたいと思います。まず我々がやってきたのはアフリカ市内の They changed location just for the last episode。このスーパーの乾物コーナーに食べられる石、うどん粉はあった。特に新鮮な石だけを使っている。If you have the knowledge, if there is any more episodes, we just don't have the link. Yes, that's too close. Just let me know, because that's the only thing I seen over there. Eating rocks as a snack.そんな石は一体どのようにして採掘されるのか。向かった先はナイロビから車で4時間、石の名産地ムランガ。村長のニジョロゲ・マチャリアさんは40年食用の石だけで生計を立てている。俺たちの石は本当に美味しいですか？もちろんだよ。なるほど。じゃあ質問、シマウマの肉と石どっちが美味しいですか？石かじゃあキリンの肉と石はどっちが美味しい？それは当然キリンだ。なるほどなるほど。シマウマの肉よりも美味しいという石を食べ、keeping on walking and just like ケニアで採掘場。ちょうど昼時ということもあり、村人たちも昼食のデザート代わりに石を食べていた。午後1時、休憩も終わり作業が再開。黙々と石を砕いていく村人たち。そして午後6時、採掘された石は鮮度が落ちないようその日のうちにパッキング工場に送られ相棒の現金へと変わるのだ。ということで企業最前線、今日はアフリカ人が食べる石、うどん具の流通メカニズムをケニアのナイロビから私ンボゴマンボコがお伝えしました。スタジオにお返しします。近い近いもう。いやンボゴマンボコありがとう。どうだいジョージ。とにかく GL also took close。 国がケニアなんだけど、今度駒劇場でジョージの兄貴の公演があるから一緒に来ないか。なるほど、鋭い意見ありがとう。どうだいナタリアは。私はむしろ逆で、石よりも目、石を食べる男よりも石みたいに硬い男のものを食べてみたい。おお、エク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 レア食べたーい。浜田はプリンでもどうだい。浜田やけど、何ですか。あれ石は何にいいんですか。なんだい。あ、石食べるってことは何にいいんですか。体的に何にいいんですか。お、浜田は石を食べたことあるのかい。いや、ないですよ石は。なんと今日はその石をスタジオに持ってきているんだ。え、マジ？ヘイプ。あ、これやこれや。さあ、松本食べてみよう。マジでこれ。松本丸ごと言ってみよう。本当に？丸ごとさ。This is real？ 本当さ。こんなありえへんやん。ありえへんありえへん。いやいや、みんな食べているのさ。いやちょっと僕はあのこの番組自体信用できないですし、いいですわ。ほんまやな。怖いですもん。だって完全に石ですよ。松本、はい、一口さ。いやいやいや、いいですいいです。一口でいいんだ。いや、これは体に悪いですって。逆に悪くはないっすよ。いやいや、これいいですいいです。食べてる人はいるんだぞ。いや、これダメですって。いやー、これすごい。食べてる人いないですって。これ絶対嘘の VTR ですよ。よし、わかった。浜田行ってみよう。いつもそこでジルが僕が食べるって言うんちゃうんか。ノーノーノー、浜田食べてごらん。まあまあまあ、一口でいいんだ。一口でいいから、まあ食べてみてもいいんちゃう。どうせなら一口だ。いや、ほんまに食えんのか。本当に食べてる人いるのさ。それぞれによって色合いも違うんですよ。こっち黒いやつもあるしね。お、どういう味だい浜田。いや、もうどういう味だよ。浜田、はい、味はどうだい。いや、味はっていうか、もうなんかスナックってる感じですけど。お、歯応えはどうだい。いや、あの、え、硬くはないの。噛み切れるんですけど、うん、いや、これを飲み込む勇気がないって。その何聞くか言ってくれへんやん。例えば何かに聞く言うんやったら、
お腹いっぱいになるぞ。いや俺もそこそこ金持っとるからね。はあ、まあ、こんなもんで腹いっぱいになりたないがな、これ。よーし、わかった、よーし、わかった、よーし、わかった。仕方ない、僕が食べよう。そら、来た。そら、せやろ。よし、松本、その石を投げてくれ。僕が口でうまくキャッチするから。ああ、マジですか。うまく投げてくれよ。いいですか。よし、そのまま口でキャッチして食べて。かなりでかいで。かなりでかいですよ。その代わりちゃんと口を狙ってくれよ。はい、これまあ、目が入らない感じではないですからね。よし、行くぞ。はい。行って貴様、わざ立てだろ。石のつぶてよ。つぶてって、ね、まあまあ、しかし、顔に当たったことで、石だけに、ストンって落ちた。てかっあぁ結局食べへんやん。一旦の CM です。いや、食べへんやん。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ナイスパス、ありがとう。美味しいのかな、あれ。ナイスパス。 The stone is delicious, they say。 再びアフリカのケニアからンボコマンボコがアフリカの最強戦士、so、the same. マサイ族についてのレポートです。おヤンボメメレポーターのウンボコバンボコです。今日はここケニアで暮らす世界最古の部族マサイ族に関するレポートです。2000年の今なお文明から離れ生活する彼らの暮らしぶりはどうなっているのか、今日はそんなマサイ族に一日密着したいと思います。その強靭な脚力と一本の槍だけで獲物を仕留めるアフリカ最強の部族マサイ族。彼らは移動しながら生活をしているため、まず我々は彼らのテントを探すところからスタート。やってきたのはケニアとタンザニアの国境付近のサバンナ。マサイ族の村をついに発見。早速村長に話を聞いてみる。あー村長、おはようございます。いてきちゃ、先ほどから村人が見当たらないんですが、もしかして近いねんって。近いって今は狩りなんてしないよ。もうすぐ来ると思うよ。なんで嫌われへんねん。村長と共に待つこと20分。村にやってきたのは観光客らしきグループ。来た来た、あれがうちの若いのだよ。なんと現代のマサイ族の大半は首都ナイロビに住んでおり、タクシーでここまで通勤しているという。そのスタイルはアディダスのスニーカーにロレックスと、我々が想像していたマサイ族とかなりギャップがあるようだ。午前9時45分、マサイ族の赤い民族衣装に着替え始める若者たち。So they don't live there anymore, actually. 村長の元へ集合した。それでは朝礼を始めます。今日は7組のツアー客が来ます。写真撮影は1枚10ドルです。それでは今日も頑張りましょう。準備運動を始め。これこんなんバラしてもしもし。はい、お世話になってます。早かった。わかりました。聞いてください。最初のお客さんがあと5分で到着するそうです。急いで準備してください。本日最初のツアー客を万全の体制で迎えるため、体全体にメイクを施し、カツラをかぶるマサイ。 full transformation。 観光客の夢を壊さぬため、都会的なものは全て排除していく。そして5分後予定通りにアメリカのツアー客が到着。彼らがマサイ族です。ジャンプをしながらジャンボと叫んでみてください。仲間になれますよ。ジャンボ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 。マサイ独特の挨拶に喜ぶ観光客。続いては写真を撮りたいという。するとマサイの若者が、カメラカメラプリーズ、カメラを貸してください。なんと手慣れた様子で一眼レフカメラのシャッターを押すマサイ族。チーズチーズ。そして撮影が終わると、10ドルになります。10ドル。Thank you。毎度ありがとうございます。さらにこの後アメリカのツアー客は火起こしパフォーマンスに20ドル。そして村の奥にあるお土産コーナーではなんと30ドルの買い物をし大満足で帰っていった。
なるほど、観光客相手にこうやって外貨を稼いでるんですね。そうなんだよ。狩りはしないんですか？最近は動物や人を殺しちゃいけないとかでいろいろと締め付けが厳しくてね。これで1日平均1000ドルを売り上げる。じゃあ今はライオンとは戦わないんですか？マイコイ戦うところから1回しか見たことないよ。さらにこの後も700人お客さんをこなし、午後6時、本日のスケジュールが全て終了した。Okay, job finished. They go back. 最後の2回の放牧民、マサイ族に1日密着しました。スタジオに開始します。いやーん、ボコマンボコ、ありがとう。どうだい、ジョージ。今、親父が最もマサイ族だと思ってるのがケニアなんだけども。のーはーるばる、来たぜ、函館へ。何の番組やねん。海が甘く波を乗り越えてどうもどうも、うちのダメ元ジョージがお世話になっております。喋ってねえやダメ元ジョージの親父、北島三郎です。はっきり言うてるやん、北島三郎。おー、サブちゃん、絶対。サブちゃん、わざわざ来てくれてありがとう。いやいや、こちらこそ。先生方にはいつもうちのダメ元ジョージがお世話になっておりますから。さすがはサブちゃん。そうだ、松本、はい、チャンスチャンス、弟子入りしちゃえ。いやいやいや、え、いや、いいですいいです。何言われてるんですか。いいですいいです。おい松本、なんだよ。親父に対してあまりにそれは失礼だろ。ダメ元、人様に対して声を荒げるんじゃねえ。、うん、失礼しました。なるほど、あなたが私に弟子入りしたいとおっしゃる。したくない。そうなんだよサブちゃん。いいかい、弟子にしてもらっても。いやいや、ちょっと展開に無理があるでしょ。私なんかでよければ喜んで。お、よかったじゃないか松本。じゃあサブちゃん、松本にも芸名をつけてってくれよ。よし、お前の名前は売れたって売れなくたってダメで、もともとダメ元ひとしだ。ダメ元ひとし、いいぞいいぞ、ダメ元日本一。これいいぞ。よし、見事に弟子になったってことで、ええ、師匠と二人でキスだ。はい、全く意味が分かれへんわ。お任せ、全く意味が分かれへん。お任せ、それは無理やろ。お任せ。それでは一曲聴いてください。お、予作。うわー、待ってました。松本はキスをする、チュッチュッチュチュッチュッチュチュッチュッチュチュッ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 ジルが立ち上がる。上で歌ってるやつうまいよ。俺がする、俺がする。ゲームだ。親父とキスをする。でやん、ほー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 。ちょっと照れてるし。なになに。何やねん。意味が分からんやねん。じゃ意味が分からん。何やねんこれ。何やねん、これ何やろ。今日はこの辺でジルベッソンでした。あ、バイバイ。可愛くなってるやん。クリスルはマサイ族のコメントいらんのかい。あ、あの V はな、流したらあかん V や。いい名前もらえたくないか。親父弟子入りしたな。意味が分からん。クイズに行くぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。あまた照れてんのかい。Not in the way you are thinking. Okay, so, yeah, apparently on the links that I can see on Reddit, this is the last one that has the link over there. So I don't know if they have made any other episodes after this one or not. But if you know about it,
and you have any knowledge that they have done more on or something like that, just let me know in the comments. I will try to search as well, just to confirm that that this was the last one. Besides that, it was already a while since I was since I had watched the episode 21, because I recorded it before the 2nd of February. So it has been a while since I haven't watched the dynamics between everyone, but I would say that in the last few episodes, the dynamics that I enjoy the most are always the ones that have Jill and the downtown guys, of course, because Georgie and Natalia roughly have always the same kind of interactions. The key lines are always the same. Jill is the one that always puts some twists on things and makes things go crazy every single time. So I think that if this is the last, indeed the last episode, I am sad because I would like to see more. Yeah, at least it was a good run of these 22 episodes of the World Downtown Headline News. And that's all I have for you guys today. I hope you have enjoyed this video, and I will see you on the next one. Thank you.